佐渡市のの南部をを中心におよそ30件の農家がみかんを栽培していますこのうち、赤止まり地区大杉の金子宏さんは、海に面した斜面40アールで栽培しているゆらわせの収穫を始めました。今年は猛暑の影響で、実はやや小ぶりということですが、その分、糖度は高いそうです。 団地のものに負けない糖度がありますし、それに適度の酸度、それとこの海,海風から来るミネラル、それらが相まって醸し出すこくが、佐渡島みかんのの最大の特徴だと思いますみかんは1週間ほど追熟させ、市内のほか、贈答用として県外にも出荷されます。 収穫は来月いっぱい続きます。